茶所検車宿は、岐阜県岐阜市にある、名古屋鉄道の車両基地である。従前の施設名は、茶所検車区。犬山検査場に所属する、検車宿の一つで、名古屋本線の岐南駅と茶所駅の間にある。1956年に開設された。広さは4125平方メートル。検査ピットを2000を有し、日常検査に対応している。また、 最大22両を留置可能である。名古屋本線とは、茶所駅側で接続している。かつては、新川工場の廃下検築であったが、組織再編で現在は犬山検査場に所属している。主に、名古屋本線、空港線の特急用車両の列車検査、戦車、車内清掃を行っている。7000系、7500系パノラマカーが多数。 在籍した時代は、その運用拠点でもあった。茶所駅と加納駅の間から名鉄岐阜駅の区間は、半径160の210メートルの急カーブがあり、特急でも50時速55キロメートル以下まで減速する。さらに、茶所県車宿への回送列車の本数が多いため、この周辺の中線道や主要道路の踏切は、開かずの踏切となっている。 岐阜市等が主体となり、境川橋梁から名鉄岐阜駅までの区間を連続立体交差化し、茶所駅と加納駅を統合する計画がある。茶所県社宿は立体化や移転はせず、高架から勾配線で接続される予定である。伊藤慎吾、県社区の概要、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、59ページ。 清水武史、田中義人、名古屋鉄道車両史下官アルファベータブックス、2019年8月、136ページ。清水武史、田中義人、名古屋鉄道車両史下官アルファベータブックス、2019年8月、137ページ。宇佐美明、車両保守体制と、車両基地の概要、鉄道ピクトリアル第624巻。 電気車研究会、1996年7月、47ページ。伊藤慎吾、建築の概要、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、58ページ。巻末折り込み、名古屋鉄道配線略図。ありがとうございます。